男性必見。女性がもっと構ってほしいと思ういじりテクニック5選。女性ってもっとこの人と話したいとか、もっと構ってほしいって思うとき実はあるんだよね。そんな気持ちを引き出せるのが絶妙ないじりテクニック。今日は女性がつい夢中になっちゃう5つの方法を教えるから、しっかりマスターしてね。5つのテクニックを紹介するから、フォローと保存していつでも見返せるようにしておいて。1、ちょっと意外な一面を指摘する。そのカバンかわいいけどめっちゃ荷物入ってそうだなとか、意外なところをいじる。これで気づいてくれてるんだって思わせつつ、軽いツッコミで会話が弾む。2、わざと間違えてみる。それ〇〇だよねってわざと間違えた情報を言ってみる。女性が違うよ〇〇だよって教えてくれることで会話が盛り上がるし、正しいことを言わせることでちょっと優越感も与えられる。3、子供扱いするフレーズを使う。なんか子供みたいに元気だなとか軽くからかう。でもこれを言うときは表情を柔らかくして冗談っぽく伝えるのがポイント。ええ、そんなことないって笑いながら返してくれるはず。4、俺にはわかるけどね作戦。何か頑張っている様子を見たら周りにはわかんないかもだけど俺にはちゃんとわかるよって言ってみる。これで女性はもっとこの人に見てほしいって思うようになる。5、呼び方をちょっと変えてみる。普段の呼び方を急に変えるのも効果的。今日だけ特別にちゃんって呼ぶわみたいにちょっと特別感を出すと女性はもっと話したいって感じる。これらのいじりテクニックどれもやりすぎずさりげなく使うのがコツ。試してみたらきっと女性の反応が変わるはずだよ。